えレック試験対策講座の選び方え面接戦ってことを始めさせていただきます担当講師の大森ですよろしくお願いしますはいそれではですねあのまあレックキャリコン養成講座ですね今年21周年となっておりましてえ資格試験合格のレックとしては43年にわたりさまざまな資格の受験指導をしてきたわけですねそのノウハウを生かして キャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。えー、レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座はキャリアコンサルティング協議会向けです、えー。講座の内容、特徴受講料などをまあ、これから案内していきます。キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタント試験ですけどもまあ、難しい点というのは、まあ、実技試験にですね。面接試験があることではないかなと思います。 レックでは通信ウェブ講座オンラインズーム講座通学講座と受講しやすい形態を用意していますのでご覧くださいってことです、ね。はいうこちらコンテンツ国家資格警レコンサルタント試験の面接試験対策講座。えー、っと面接試験対策講座の中には1235種類ありますねえ。通信ウェブとして1級技能士が教える内藤講師の面接合格講座。 でオンラインですね、ズーム、マンツーマンで合格を目指す、ロールプレイサポート。あと、通学ですね、傾聴からチェック、面接合格講座。でもう一個、通学、一級技能士が教える面接合格講座。 あと通学で繰り返し練習面接合格講座これはレレッックク限限定定になりますすの養成講座受講座受生限定ですねこれちょっといっぱいあって何からどれを受けたらいいの何からやったらいいのっていうねそういう質問がとても多いのでちょっと1つずつ確認していきたいと思います。まずですねえっ、ー、とこちら通信ウェブオンラインとていうことで面接試験対策講座2つあります。まあ 養成講座受講生も実,技実,実,技試験実務経験か実務経験で受験される方もまずこの通信ウェブこの一級技能士が教えるまあ一級技能士が教、ね、内藤講師の面接合格講座っていうねこちらのロこちらでロールプレイの見本を見てから見本が見えます。でこちらのオンラインズームマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートっていうねマンツーマンで。 あの教えてくれますのででこちらね2つこう流れで受けられるといいんじゃないかなと思いますこちらはまあ全国どこからでもご自宅から受講できるということですねで次通学なんですけども通学の面接試験対策講座は3つありまして計帳からチェック面接合格講座で次が一級技能士が教える面接合格講座 そししてて繰り返して練習する面接合格講座実際にこちらねあの先ほどちょっとウェブでウェブとオンラインでご自宅から受けれますよという話しましたけどもまあ面接試験、うん、まあ,あの結局面接試験と時は対面でやりますので、まあ、ロールプレイを実施するのがね対面ということもあって、まあ、実施本校、まあ、実施日限りはあるんですけどもこちらの通学講座。 は面接試験験ととと同じ15分間ののロールプレート口頭諮問の実体験をするいうことを、ねまあ、お勧めしています。まあ上から順番に先ほど見せましたようにこの上から順番にね基礎でまた19業用本当にあに何回も繰り返しっていう形でね上から順番に受講されるとまあ完璧になると思うんですけども予算もねあることですのでご自身のロールプレイスキルによって選択されると良いかなと思います。 まあ上は一番の基本となるカウンセリングスキルから見,見直せる経験からチェックですね。でキャリアコンサルタントを指導するスーパーバイザーの一級技能士から指導を受けられるこの講座面接合格講座。デレック受講生はですね面接試験前の最終チェックにこちら受けることをおすすめしています。では一級技能士内藤講師の面接合格講座っていうことですね。 医師の内藤講師による国家資格試験対策に必要な試験の内容の理解カウンセリング技法カウンセリングに必要な知識の講義の後コンサルタント役とクライアント役の模擬ロールプレイ口頭指問を講師が面接官としてチェックしその後フィードバックを行っています。まあ、試験に出る学生男性女性女と3つのパターンをも網羅していますっていうことなんですけどもね。 一、えっと、級技能士の内藤講師というのは、まあ、国家資格キャリアコンサルタントの上位資格のキャリアコンサルティング二級一級技能士検定対策講座を担当されている先生で、まあ、書籍も、ね、多数出版している講師ですえ実技試験の面接ロールプレイとはどんなものなのか知りたい方におすすめの講座ですね。え面接試験のの構成と評価区分の理解から リリキャリアコンサルティングの進め方といったロールプレイの基本的な概要に加えてロールプレイの展開に必要なテクニックを学べます。えー、レック養成講座の講師で、えー、と筑語記録をもとにですねコンサルタント役とクライアント役で、まあ、演じてるわけですね。まあ、そちらの3つのパターンを演じてるので講師がねで内藤講師が試験官となってで口頭指紋の解説ロールプレイで陥りがちな9つのパターン アプローチポイントを説明してていまますすす動画ですねずっっとやってますけども通信ウェブはですねオンデマンド方式ですので、まあ、ご自身の都合の良いねお時間に、えー、配信期間中は何回でも見ることができますのでお得だと思いますよ。通学講座にもですね「一級技能士が教える」っていう面接合格講座があるんですけどもまあ通信ウェブと通学講座の講義の内容としてはおおむね一緒なんですね。 通信はパワーポイントで説明をしてるんですけども通学はこうワードのこうレジュメを使って説明してるっていう違いで中身はもうほんと同じアプローチの仕方とか同じですので、まあ、違いというのは、まあ、通信ウェブの講座は3つの蓄光記録のともと,ともに,、ね、元にですね面接の動画を見ていただいてで、えー、っとケースを解説してるんですね。 さあ、通学講座はまあ個別のロールプレイの癖や課題を一級技能士からフィードバックがもらえるっていうね、そういうことがちょっと違いますね。まあロールプレイは六から七ケースはまあ実体験できるかなっていうところが大きな違いとなっていますということです。で、こちらの通信ウェブの方の講座時間は三時間ですね。三時間そのロールプレイや最初のアプローチの仕方とかの 講義とあとロールプレイを3回やってるって感じですね。まあ、見本にはなりますよね。で、受講料は1 2 5 0 0円、レック受講生は1万円となっています。で、次この講座をよウェブで見てから、まあ、このマンツーマンで受けられるといいかなっていうのが、こちらご自宅から zoom で面接トレーニングができます。ということでね。ロールプレイサポートっていうね。講座です。 実技ロールプレイ演習の機会が十分になく試験を不安に思っている方におすすめですクライアント役を講師が担当してくれますマンツーマンのロールプレイによりしっかりトレーニングができますロールプレイ踏まえたフィードバックを受け自身の改善点を把握することができますそうですねこちらあの受験申請してから試験までの間 まあ、ロールプレイの練習がちょっとできない状況だったりして不安に思っていらっしゃる方はおすすめの講座かなと思いますまあ、自宅からですねオンラインズームで、えー、講師とマンツーマンでロールプレイを行いフィードバックを受けることができます自分のねちょっと悪いところとか言って教えてくれますロールプレイの練習ではまあ、クライアント役がね結構重要だったりしますよね 皆さんの受講生同士集まって練習されていると思うんですけども、まあ、この講座ではですねあの講師がクライアント役を担ってますので、まあ、いろんな先生が担当してますので、まあ、いろんな先生先生の名前と日付が出てるので、ね、あの気になる先生がいたらその先生の日開けていただいて受けられてもいいかなと思いますし。 で受講生同士、まあ、友人同士で練習してもねなかなかねお互いね良いところを褒め合ってしまうことで自身の改善点を把握することが難しいっていうことがあると思うんですけども、まあ、この講座はマンツーマンで講師からの的確なフィードバックをにより改善点を把握することができますのでそうですね担当講師からのメッセージっていうのもねあのホームページ出てますのでご参考にしていただければなと思います。こちら 講座時間はまあ、オンラインで1時間1回1時間となってます。まあ、15分ロープレリやってでフィードバックをもらってもう1回ぐらいできるかなっていう感じですかね。で受講料なんですけども一般価格1万円レック受講生は8000っていうことですね。必ずですねお申し込みの前にご自身のパソコン Zoom の接続確認をお願いします。 ロールプレイサポートのホームページにスケジュールが掲載されていますので、実施管理本校に空きを確認してからお申し込みください。お支払いはオンラインでできますということですね。オンラインショップでね。はい、では次、通学講座になります。経帳からチェックということなんですけども、面接合格講座。こちらの内容は国家試験では経帳がしっかりとできているかどうかが合否の大きなポイントです。 この講座ではって何具体的には何をすればいいの頭で分かっているけれど実践できないなどの悩みに対してお答えしますということなんですけどもねとてもあのもうあの実務経験を受けられ,てる,あの受けられる方とかあと養成講座通ったんだけどもなかなかちょっと経聴ってピンとこないなっていうので終わっちゃった方なんかがもう本当に基礎なんですけどもここ。 が実は一番重要なところなので基礎のねそこをちょっと1からちょっともう1回見直したいっていう方ねぜひ受けられるといいと思いますけども、まあ、通学こちらもね時期,時期っていうかあの実施している本校とやっぱしてない本校とかありますので日程とかもね合うかどうか見ていただいていければいいと思いますなんか関東とか関西福岡という感じでやってますでまあ、気持ちの受け止め方 クライアントが発する状況事実気持ちの中のからの気持ちの広がりですね気持ちに対する応答の仕方話の重要部分の深掘り方法などがわからない方クライアントに気づかせようと誘導してしまったりとか一方的なアドバイスをしてしまうような方あと口頭指問の受け答えがわからないという方におすすめの講座ですじっくり進めていきますのでね。 1>, 1グループ3名につき講師が1名入りますフィードバックの時間をしっかり取りますのでコンサルタントとしての練習は2回なんですけども他の受講生の方のフィードバックを聞いてても参考になるというね講座ですこちらですね1日7時間の講座になってますね7時間のうち自分がコンサルタントクできるのがまあ2回なんですけどもじっくりとね、他の方のフィードバックも聞いていきましょうということですね あと、各クラスね、あ最大二十名ということです。で、受講料は一万五千円、レックの受講生一万二千円ということでね。色んな先生が担当してますよということで、お写真載せてますけれども。あの、担当講師はですね、まあ、ちょっと予告なく。変更になることがありますということで、まあ、いろんな先生がレックいて、あの、担当できますのでね。ちょっと、今、ここに載ってるない先生も担当することがあります。はい、では、次の講座ですね。 先ほどちょっとご案内した通学の一級技能士が教える面接合格講座、内容はキャリアコンサルティング協議会の実技、面接試験で求められるスキルを身につけることができます。キャリアコンサルティングの進め方、カウンセリング技法を振り返り、ロールプレイ、口頭諮問の練習により面接力を高めます。 一級技能士からの実践的なトレーニングと的確なフィードバックにより試験に向けて自身の課題を明確にできますということなんですけれども、まあ、こちらはですね、あの一級技能士っていうね、あのキャリアコンサルタントを指導するスーパーバイザーなんですね。一級技能士はその個人の相談支援高い水準で的確に行えるあキャリアコンサルティング能力を有していて、組織への働きかけや関係者との連携などの コーディネート能力が求められてキャリアコンサルタントからの相談に対して不安を解消し気づき成長を促すような指導アドバイスができるレベルの方ですね一級技能士。要請講座で練習したものの講師から直接フィードバックをもらう機会が少なく自信が持たない方におすすめの講座です。まあ、クライアアンントトのの不安を解消すするのがキャリアコンサルトなんですけども 受講者である皆さんが自身のスキルに不安を抱えていると、その不安はクライアントに伝わっちゃいます。安心して相談することができないわけですね、クライアントが。まあ、自身の課題を明確にすることで、面接試験でクライアントに自信を持って接することができるというね。面接試験でも自信がなかったら分かっちゃうんですよね。で少人数制でですね、ロールプレイを実施するので、講師から必ずフィードバックをもらうことができますよっていう講座になっています。 実施時間がこれも七時間ですね。七時間講義プラス研修なってます。こちらは先ほどのゆっくり形状からチェックのゆっくりよりかは七時間のうちに三回はコンサルタントができるかなっていう流れになってますね。で定員各クラス最大九名なってますで。受講料は一般価格が二万円、レック受講生が一万六千円ということでちょっとお高めですけどもね、こちらは一級技能士がしっかりと見てくれますので。 ぜひこちらやっていただければなと思いますはい次ですねこちらはあのレック受講生レック生、レックの養成講座受講生限定になります、えー、この講座は1グループに1名の講師がつく少人数の講座で徹底的に繰り返しトレーニングを行い合格を目指します講師からのフィードバックを受け継聴力非言語言語関わり方を深め面接の評価区分である態度関係構築をまたがめ展開 具体的法則自己評価問題把握は口頭諮問で的確に答えられるようサポートし合格を目指しますということなんですけどこちらの講座はですねレックのキャリコン養成講座受講生限定で実施している講座で養成、まあ、講座のね同じクラスの受講生同士で集まって、まあ普段練習してらっしゃる方が多いと思うんですけども、まあ、最後はですねちょっと講師に見てもらいたいなっていう方感じている方におすすめの講座になります。 まあ、養成講座のロールプレイ練習と同様にですね、受講生同士で3名一組でまあ、ロールプレイを実施してもらうんですけども、まあ、1グループにつき1名講師が入ってフィードバックを行います。でこちらね、時間がですね、3.5時間なんですよ。夜とか平日の昼間。 じゃあ土日の昼間と午後と別々にやったりとか、なので、三点五時間で二回転やります。三人グループで三人、三人で二回転やるので、こう短い時間で効率的にこう練習ができるわけですねで。コンサルタント役を二回体験できる、ということになっています。特に、ね、面接試験の評価区分、態度、展開、自己評価を意識して、合格できるようにサポートしていきますということなんですけどもね。 実施時間が3.5時間です。演習もほとんど演習のみです。で定員が各クラス6名となってますね。先生が1回はねちゃんと見れるように設定してます。で受講料はレック制限定で1万円ということになってます。この講座はねレック制限定ですのでお申し込みの際に受講資格を確認しますっていうねことでやっていきますけども。はいではお問い合わせ先です。えー、レック各本校 またはレックコールセンターですね。お時間と電話番号こちらになっております。養成講座終了後ね。試験まで時間が空いてしまうので、力を落とさないように、さらに合格を確実にするために、レックの試験対策講座をご活用いただければと思います。ねで、こちらあの試験に関するお問い合わせにつきましては、はえ、キャリアコンサルティング協議会の国家資格キャリアコンサルタント試験センターねにご連絡いただければと思います。はい。 えっと、こちら面接試験対策講座もたくさんありましたけども皆さんね是非練習何回もしていただいて、まあ、あのどれか選んでいただければと思いますあの選び方ということでご案内しましたけども皆さんに合うものをね選んでいただければと思います。はい、ではいいで以上になりますよろしくく、えっと、頑張ってください